しめ鯖かな。美味しそうじゃない？しめ鯖。サフラン入ってる。うん。うま。こちらが一品目のお料理でございます、はい、お説明させていただきます。はい、左上から京風だし巻き、おさるいかとねぎぬた、たいのこと菜種、ね、たいのゆき巻き、一寸豆、花豆、ゆりね、きうお、たけのことふきのとの煮物、もずく、ゆば、うるいのごまあえ、はもはむといちご、よもぎふでんがく、そして手前が甘酒でございます。こちら、ごゆっくり召し上がりください。はい、グラドカスね、うん、横にだし巻き卵、京都のだし巻き卵の凄さが理解できる舌を持ってるかどうか不安だ、ね、だしの大丈夫だ、ね、違いの分かる子、違いの分かる子、ここかどうか分からない。だし巻き卵、おいしい、自然な、うん、だし巻き卵おいしい。うん、うん、おいしいね。お上品料理ってさ、お腹いっぱいになるかの問題じゃない？そうなんだよね。今日はいけると思うんだよね、お腹いっぱいに。ちょっとずつ食べてると結構お腹いっぱいになるよね。黒豆美味しそう。うん、まあ綺麗に煮てるね。うん、だし巻きいい味だね。でしょ、美味しいよね。うん、たらこ、うん、絶対。いや、たらこじゃないんじゃないかな。魚、うん、なんだ、お酒の匂い、いい匂いする。なんて言ったかな、美味しい。説明してくれたけど全部覚えらんないよね、うん、これ多分初めて聞いた野菜だった。京野菜ね、うん、菜の花美味しい。ゆばうん、まだ私ゆばの何たるかが分かってないから。ゆば好きじゃん。オフは好きだよ。うん、
かも、かも、うん、うまっ。いちごはそんな、ね、いちご、おふう、そして案外大きい。すごいね、このいっぱいの豆皿料理。いや、もうあと一品ぐらいね、うん、すごいスピード、うん、腹ペコだったな。ペコリーノ、ペコリーノ、うん、うん、絶対私だったらもっとしょっぱくするな、うん。こちらが2品目のお料理でございます。どうぞ蓋を開けてください。はい、おー綺麗。こちら甘鯛の桜蒸しです。温かいうちにお召し上がりください。はい、桜いいんです。桜餅のやつ桜餅みたいじゃん、うん、全部、すべてが切るのが難しいんだ。この結構失礼、もうしょっぱみのある葉っぱと一緒に食べたら美味しいと思うんだよね。あ、中にタイ、タイ、タイ、ちょっと、うまっ、うん、うん、もち米とタイとこの葉っぱが一緒に食べると美味しい。もう美味しい。でも香りが、香りが美味しいもん、うん、匂わせてちょっと桜っぽい香りする。分かんない即答こちら焼き物でございます。失礼します。こちらさわらの塩焼きでございます。失礼いたします。さわらだ、ね、これの魚でさわらだ、ね、一番おいしい、ね、レモンも焼いてあるの。そうそう、うまいね。うん。うん。うん。皆さんは皮を食べる派ですか？私は食べる派です。私食べない派です。まず一口。うん、うん、ふわふわ、うまうまうま、うん、本当美味しい。失礼いたします。お下げいたします。お願いします。お寿司、お寿司です。お世話いただきます。ありがとうございます。ではご説明いたします。一番上左から新ネタバオとなりスモークサーモン、ゆず大根、漬物、椎茸、みょうが。2段目の左、あぶりホタテ、おひなぎさん、エビ、だし巻き、煮あなご。3段目、自家製の塩昆布、イカ、続いて京野菜、リブナ、タイの昆布締め、ガリでございます。1つずつ味付いておりますので、そのままお召し上がりください。失礼いたします。美味しそうじゃない？しめさば、
かもさ、桜？桜入ってる？うん、おいしい。うん。お味噌汁、味噌汁、白味噌だ、美味しい。エースエースいくよ。うん、エースご飯甘めな気がする。さっきしめそばだから気づかなかったけど、美味しい。自然におちょぼ口になる。まあそうだよね、舞妓さんのおちょぼ口に合わせたってことでしょ、うん、おちょぼ口、おちょぼ口。うん、甘め、今度ちゃんと可愛く、三角、ね、ミニチュア、うん、いなり。うん、結構私の好きな甘辛さ、うん、目で見て美味しい、目で見て美味しい、うん、確かに。食べるのもったいないな、シイタケ可愛いんですよ、うん、帽子かぶってるか、うん、太ったクリボーみたいな、なんだちっちゃいつぶつぶついてる。うん、うん、京野菜、うん、あのゴーイカ、かわいい、とびっこついてる、うん、株か大根か、うん、うん、クローザー行く、クローザー、私、みょうがの寿司大好き、このために来たって言って過言じゃない。これを何年かぶりに食べに来た。久しぶりです。いただきます。うん。大谷君それ。グラブと帽子。帽子投げるんだ。うん、ヘルメット飛ばすんだって。見えただけだ。よいしょ、よいしょ、うまい、これ一番好きだった、こんな感じ、うん、一口じゃ無理だよね一口じゃ無理じゃん、うん、すぎない、ごちそうさまでした。